おろおろ。アタッカーの勝利。よーじゃあ。圧倒的じゃん。に落ちる前に撤収だ。いや持ってた。力量の差が味覚倒れ。ちょっとなんか圧勝だったな。ちょっと見てみようか。延期した方がええんちゃいますね。え、いいのか。俺29キル5ですねだって。ねえ。大丈夫これ。ベードが半端。29キルだけど。そうしすぎだろ。いやだ、俺は手、俺手抜かないから絶対。うん、おお。なんか試合が終わるんだもん、なんか普通に。うこちゃんが無双して。僕最下位でした、すいません。いやでも、それでもゆいえた。チームとか、ゆいえたと同じぐらい。相手チームよりキルしてますよ。相手だって4キル16ですから。ほんとだ。ちゃっかり4キロしてる。ちょっとあれなんだけど、あれしよう、あれするわ。ちょっと国人さんチームにあの言ってくるわ。大丈夫ですか。お願いします。うん。あれが、うん、提案。まだやるんすか。超つやになってその向こう。あんな練習したのに。めちゃくちゃおつやになってんじゃないの。大丈夫。昨日のノラの方が強かったな。おつや。やばいな、マジで。いや、でもじゃあ、いや、これ、手抜く方が失礼だからね。それはもう、これ多分全力でいかないと。一番化け物になって帰ってきますよ、多分。ほんと、睡眠時間全部削ってくるんじゃないか。確かに。すごいな。いや、まあでもすごいね。ここまで仕上げてくるか。あれ、さっきの試合ってどうやって見れるんだっけな、キャリア。バンダルもそうですよ、1、2発だったはずです。確かに。同じか。じゃあ、まあそれでやっぱ、頭でやるから、ね。俺、相手側のディスコ行ってくるわ。あ、了解っす。行ってらっしゃいませ。あれ、煽りだけど。あざすあざす。待てる状況じゃん。待たなかったな。あ、お疲れ様です。あと俺がクソ下手なんだけど、こんなこと言うのもなんだけど、マドカを打つ前に死んじゃってるパターンが多かったから。マドカ超ちゃんと反省してた。反省ちゃんとしすぎて、もう一回入れなかった。ちょっともう一回、もう一回行ってくる。本気だ。めちゃくちゃ反省してたぞ。本気なんだ。ちょっと行ってくる、もう一回行ってくる。やっぱり。あ、黒人さん、黒人さん、あのね、ギリギリ黒人さん、ギリギリ見えないところで撃とうとして手前に2回ぐらい刺さっちゃったんだよね。黒人さん、黒人さん、ないお疲れ様です。うんこちゃん、うんこちゃんです。あ、お疲れ。まんまつよ、まんまつよ。なんだよ、まこしくんじゃねえかね。あれ、なんか俺以上喋ることあんのかね。まあ、まだこれからっすよ。大丈夫っすよね。なんかじゃ練習試合だよ、これ。練習試合ですけど、まあよろしくお願いします。次もちょっとあの真剣にやるんだ。大丈夫な、おつやになってねえかなと思って。なってるわけねえだろ。笑ってた。じゃあ、頑張ってください。余裕。2試合目やりたい。2試合目ちょっとやりましょうよ。なんか、じゃあ、やってるよ。じゃあ、お願いします。ちょっと思ってたけど、そうでもなかったね。お願いします。一言だけ、打足さん抜いてくれて本当にありがとう。でしょ。だから、頑張る。まあ、ね、ちょっと。ありがとう。頑張りましょうね。はい、お願いします。やっぱバロはおじさんには難しいな。ふざけん。そう。なるほどね。よし。もう完封なきまでにぶっ飛ばそう。はい。了解です。オッケー。大丈夫ですかね。まずどんな雰囲気なんだろう。あったら見よう。すげえ、なんか反省してた。反省。俺がもっとああしてればよかったって言ってた。でもだから強いんですよね、格ゲーもね。そうだね、うん、はい、反省して向上心でね。そうそう、まあ、何がダメだったかを潰していくっていう。でももう座学はしてたらしいからな。何を座学したんや。じゃあなんかね、分からん殺ししてくる。だから分からん、なんか分からん殺しされるんだよな。ね、ちゃんとね、スモークとかもガチっすよね。ガチだね、うん、そういうすごいいやらしいもんな。ポジションはいいね。あと裏取りもされました、かなり。あるぞ。